いです。体がぐちゃぐちゃな感じ。ぐちゃぐちゃな感じね。今から首もうちょっと下下がりましょう。はい。はい、それぐらい。はい。今から首の方触っていきますからね。はい。こんな感じ。あ、でも首そんなに凝ってないね。痛いね。この辺が悪いね、ここ。寝違えますよ、よく寝違えます、はい、なんかね、なんか激しくこけなかった、昔。あ、事故にあったことあるか。あ、ですよね。もうでも何年も前ですよ。何年も前ですよね。でもここら辺でしょ、いつも違和感出るの。そうです。それで左が出てくるのかな。結構広い状況だったはずですよ。あ、そうです。ですよね。無傷だったはずなんですけど。無傷だったんですけど。無傷だったけど、首は結構きてる。ここはね、首の凝りというよりかは、その骨のズレがあるので、ちょっとね、ゆっくり押さえて取っていく方法で、ちょっとね、後で上向いて時にさせてもらってもいいですか？もちろん。取っといてあげた方がいい。ここ。すごい、こんな力初めてです。あ、そう。はい。あ、よかった。まだまだ入るよ。体験したことがない、ね、ことを扉開いちゃいましたね。もう絶対扉。というのを
ですね。で、どんな感じかって言ったら、ちょっと背中触らせてもらうと、あ、なんか柔らかいって分かりますよね、はい、まだあと10分ぐらいあるんですけど、ちょっとその首の悪い場所をちょっと下から押さえていってあげた方がなんか良さそうな感じがするので、はい、それしっかり取っていきますね。ありがとうございます、はい、では、はい、上向き、仰向け、仰向け、はい、ちょっとすごかった、本当にすごかった、ね、まだ終わってないけど